はい、えー、こちらが FX オリガルヒの専門 YouTube チャンネルになります。えー、一般の方が、この FX オリガルヒの YouTube チャンネルにたまたまアクセスしたとしても、こういった画面しか見ることができませんので、当然、講義を確認することができません。で、FX オリガルヒに参加された方には、このサイトの URL をお届けしますので、この YouTube チャンネルね、こちらをチャンネル登録して、 通知をオンにしていただく。そのことによって、私が動画を更新したら、すぐに新しい動画をね、確認するようになります。まあ、あの、3、4時間に一度見に来ていただければ、何か新しい動画が更新されてるよっていうふうに覚えていただいてもいいかなと思います。で、動画が格納されているのは、この動画っていうところですね。ここをクリックしてみます。そうすると、様々なね、動画がこちらに、えー、格納されていることがわかります、えー。ただしね、これも、 チャンネル登録をして、私の配信を確認できるようにしなければ、個々の細かい動画を見ることができません。で、実際、FX オリガルヒに参加された方が、どういう風にね、動画を見ることができるのかってことを、こちらの方で一覧にさせていただきました。えー、コンテンツところをクリックすると、こういう風な形になってますね。はい。えーと、こちら、28週目の動画ですけども、1日だけでもね、本当に、 少ない時でも3つ、多い時では7個、や、八つ、七個から8つですね。こちらの方に動画がみっちりと更新されてます。1個1個の動画はご覧のように、そんなに長いものではありません。え、だいたいね、こう30秒っていうのがありますけども、2分とか3分でまとめるようにしております。やっぱね、お忙しいですからね、私がダラダラと話すよりも、エッセンスだけを抽出して、1つ2つ大事なところをお話しするようにしております。で、現在、そっか塾、う FX オリガラヒに、 参加されている方っていうのは32名の方がチャンネル登録してくださってるんですけどもただ1人で2つとかねあのチャンネル登録のアカウントをされている方がいますので実際にはね27名の方なんですよね27名のうちに私自身のチャンネル登録も含まれていますんで純粋な生徒さん26名ってことになってますですんでこちらの動画は全員が見たってことになりますねこちらの動画も全員が見たってことになります再生数は26ですからね で、えー、当然、忙しくて見てないっていう方もいらっしゃいますんでね、時には再生数が少なくなっている時もあります。そういう風にして、どの動画が人気があるのかなとか、どういったものが伝わりやすいのかなってことを私自身もチェックしております。で、こちらの方にタイトルあったりとかね、えー、再生時間とかこう出てますけども、基本的に私が動画を更新するとこちらの方にどん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 プラスアルファされていきますので、YouTube チャンネルを忘れないようにしていただきたいなと思います。 ただ普段はね、YouTube チャンネルをいちいち見に来るっていうよりもえ、もう一つのね、ポータルサイトで確認するようになります。ですんで、今、YouTube チャンネルの解説はしましたけども、基本的にはポータルサイトを、おそうですね、なんか3、4時間に1回見に来るような形で、更新されてるなとか、あ、まだ更新起きてないなっていうふうに気にしていただければあ、まあ、勉強はできていく、カリキュラム進むってことになると思います。それでは YouTube チャンネルの解説は以上ですんで、次はね、 ポータルサイトの方を一緒に見ていきましょう。